この度、東北地方太平洋沖地震で亡くなられた方々のご冥福をお祈り申し上げますとともに、被災されました方々に心よりお見舞い申し上げます。ということで、土曜日放送を始めたいと思います。皆さんこんばんは。こんばんは。今日はわやさんがいらっしゃらないので、3名でお届けしたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。あ、こんばんは。よろしくお願いします。はい、ということで、地震があってから1週間が過ぎましたけれども。そうですね、はい、はい、皆さんはどうだったでしょうか。あの、新潟は特に、まあ、あの節電節電ということで、まあ、節電があるのかないのかっていうような感じだったんですが。ああ、私はお恥ずかしながら自爆しまして、今顔を8針塗っております。え、どういうことですか？ちょっと地震でちょっとなんかボランティア行くとか言って頑張ったんですけれども、はい、行く途中でちょっと地震に遭いまして、はい、今顔を8針ほど塗っております。8針って結構でかいですよ。大丈夫ですか？出したことないっちゃ出したことないですかね。なるほど。まあそうですね、地震があると揺れでいろいろ危ないんで。自爆ですね。すいません。気をつけてください。何か物が落ちてきたとかですか？はい、まあ出したことないんですが、まあ、新しいチャームポイントができたなみたいな。で、はい、今夜はですね、はい、トンボさんの方から、はい、まあ、トンボさんが、地質学のご専門であるということで、まあ、我々、2人素人がですね、はい、いろいろと教えていただくような形で、まあ、今回の地震について、はい、ご説明をいただけたらなと、はい、そのような企画になっております。 ありがとうございます。はい、ご報告ありがとうございます。ありがとうございます。ですね、まあ、今ご紹介いただきましたけれども、といっても、まあ、ただの、まあ、そんな専門でもないので、分かることも少ないですね。ですが、で今回の地震についてっていうことでもちょっとないのかもしれませんが、まあ、質問をしていただければ、はい、まあ、少しくらいは答えられるかなと思いますのでよろしくお願いします。で、そうですね、多分、まあ、今回地震があっていろいろともう1週間経過して思ったことなんですけれども、まあ、やっぱりその理科教育の中で理科教育って非常に大切なことだと思うんですけれども、最近あんまりないがしろにされてるようなこともあったりして、まあ、改めて理科教育というのが今後日本の基礎になるのかなと思ったりもしてました。で、特に地学っていうのはあんまり、はい、マイナーな学問になっておりまして、基礎的なことでも結構曖昧だったりよく知らないっていうことが多いのかなと思いますので、今回の地震に限らず、まあ、その地質的な地学的な現象を広く浅く取っていきたいなと思います。分かりづらかったら申し訳ございません。よろしくお願いします。お願いします。よろしくお願いします。まず今回の、地震の概要なんですけれども、これは気象庁じゃなくて、上の図がアメリカの地質調査所というところが出している、ものです。はい。左上に丸っこい
黄色と白の丸っこいのがあると思うんですけれども、これテクトニクス海といって、はい、地震がどういった、風に起きたのかというのを表しているものになります。で、今回の地震の震源が、38.03 北緯ですね。で 143.15 度とイースト。で深さが10キロと非常に浅い、モーメントマグニチュード、まあ、普通に言うところのマグニチュードが 9.0 という、 こう信じられないエネルギーが放出されました。はい、関連するプレートとしては、太平洋プレートと北米プレート、地震のタイプはプレート境界地震で、かつ、メカニズムのタイプとしては定格逆断層タイプだと。で観測された津波の高さ、ここ相馬7メーター、これ大洗ですかね、 4.2 メーターと書いてあるんですけれども、最近だと二十数メーターの地震が襲ったというふうに報道されています。津波が、はい、津波が、まあ、ただ検潮所の針が振り切れてしまっているので、はい、正確な値としてはもう出ないかなと。この値はまあ検潮所での値ですね。でまずですね、ちょっと待ってください。失礼しました。ですね、まずすごい一般的なことなんですけれども、まあ、地球っていう一つの、まあ、惑星に私たちはこう住んでいるわけですよね。はい。で地震が起きたとか津波が起きたということで、地球の活動というのは地球の活動というのを私たちはこう認識しているわけですが、実はこの地球というのは金属の固体である内核で、その周りに外核、液体である外核というのがあって、その上に下部マントル、その上に上部マントルで、その一番上に地殻と呼ばれるものがあって、人間は地殻の上に住んでいるんだっていうことです。はい。で地殻、はい、地殻ってすごくこうやって見ると薄いんですね。そうですね、よく比較されるのは卵をこう皆さん知ってるゆで卵をやると薄皮が表面にできると思うんですけれども、はい、その薄皮くらいです、スケール的に言うと地殻っていうのは。なので地震を起こしたり私たち人間が感じられるその地質的な現象っていうのはこの地殻で起こっていることがほとんどなんですけれども、実は卵を見るとその卵の薄皮がこう揺れたかどうかくらいの現象なんですね、まあ、いかに人間がちっぽけな存在かっていうのが分かると思うんですけれども、でまあこれはあんまり大切ではないんですけれども、その物質的な区分と力学的な区分でちょっと呼び方が変わるので注意してくださいというだけですね。これはでですね、世界のその大きな地震の震源分布っていうのを、まあ、これは皆さん学校教育の中で見たことがある人は非常に多いと思うんですけれども、それを大きな地震をどんどんプロットしていくとこういった風になります。この地図の赤いところですね。なんか あの線状に見事に並んでいる感じですね、はい、そうですね、大陸の端っこのとなんかこう掃除系をしているようにも見えると思います。特にこれカオスルが、ちょっと待ってください、今カーソルが出るかな、この大西洋の方なんかは特にアフリカ大陸のこの円辺のと掃除をなしているように見えると思います。そうですね、はい、と思えば逆にその太平洋の方はこの大陸の端っこというか大陸の円辺のあたりにものすごいこう集中しているように見えると思います。はい、ということで、まあ、ここで大切なのはこういった大陸の中みたいなところはそんなに大きな地震というかそんなに点が集中してるっていうことはなくて、はい、むしろこういう非常になんかこう線状に地震の分布っていうのが並んでいるなっていうのが一つ大切なことです、うん、はい、ということで地震が起きる場所っていうのはだいたい決まっているっていうのをまず覚えててください。はい、
それで、果たしてどういった場所で地震が起きているんだろうということなんですけれども、それは、プレートの境界部で地震というのは起きます。皆さんプレートっていうのは知ってると思うんですけれども、はい、この地球というのは、まあ、一つのさっき言った薄皮で言うと1枚の薄皮で覆われているのではなくて、何枚かの薄皮で覆われている。でしかもそいつら、その皮って表現したものは動くんですよね。動くというか、沈み込んだり出てきたり、非常に言いづらいんですけれども、とにかく今表示しているような何枚かのプレートというものが隣り合っていると。で、特にさっき、日本のあたりなんかすごい地震が、多発していましたけど、それはこの太平洋プレートというのとユーラシアプレートですとか、インド・オーストラリアプレートといったような、こういったところで非常に地震が発生していたっていうのが分かると思います。あ、10日ね、旅行さん、はい、ご報告ありがとうございます。ありがとうございます。で、まあ実は先月も、先月だったかな、はい、ニュージーランドで大きな地震があって、はいはい、日本人も、何数十名亡くなられたんですけれども、ニュージーランドというところも実はこのプレート境界部にあたりまして、地震の発生しやすい、ニュージーランドここにありますけれども、はいはい、地震が発生しやすい、特に、ここでは、ちょっと難しいと思うのであまり詳しく言わないんですけれども、ニュージーランドっていうのは地質的にかなり特異な場所だということもありまして、まあ、そういったこともあって、地震がありました。で、ですね、あ、すいません、はい、トンボさんの声がちっちゃいみたいなので、大きくし、もうちょっと大きくしていただいていいですか。はい、これ聞こえますか。あ、大丈夫みたいですね。大丈夫ですか。すいませんでした。ですね、で、そうですねさっきのこの図でプレート境界というのを示したんですけれども、まあ、すいません、さっきから、そうですね、さっき直そうと思って直したつもりだったんですよ。直ってなかったみたいです。すいませんでした。ですね、それで、プレート境界で地震が発生するということなんですけれども、特にそのプレート境界というのが、プレート境界というか地震が発生しやすい場所というのがどこなのか、地震が発生する場所はどこなのかというと、この3種類なんですね。基本的にはこの海嶺というところで発生する地震、あと、海溝と呼ばれる場所で発生するもの、そして、こういう、まあ、ちょっと分かりづらいと思うんですけど、プレートがすれ違うようなところで発生するトランスフォーム断層と呼ばれる場所、だいたい大きな地震というのはこういった3箇所くらいのところで起きます。はい。で、プレートっていうのが何かっていうことなんですけれども、プレートというのはこの海嶺から、海嶺というのは、例えば太平洋の、ですね、アメリカ大陸の方にちょっと近いようなところに海嶺っていうすごい海底山脈があるわけですね。すごい長い、ものすごい長い海底山脈が実はあるんです。で、はい、その海底山脈からどん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 火山がこう湧いてるわけですね、簡単に言ってしまうと。そうすることによってどん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 新しいその地面が生成されると。失礼します、レインザイエさん、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。広告ありがとうございます。で、どん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 新しい地面が湧き出してきて、で、どん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 こう、なんていうか、ベルトオーコンベアのように地面がこう横に流れていって、あるところで沈んでいくっていうのを繰り返してるっていうイメージで、とりあえずは見て置いていただいていいかなと。で、ここの海嶺というところから新しい地面がどんどん生まれて左右に分かれると、はい、で、海溝で沈み込む。で、日本というのはこの海溝がある場所なんですね。なので、プレートが最後沈み込んで地面の下に落っこちていくところと考えてください。あ、確か今回の地震でも、はい、地盤沈下したって言ってますね。ただそれとはまたちょっと一つまた
違うんですね。この後また津波のところで出ると思います。私たちが住んでいる日本というのは海溝のそばにあると、その海溝というのはプレートが沈み込む場所だということをここで言っています。で、ですね、地震がよく起きる場所この3箇所なんですけれども、この箇所でどういったタイプの地震が起きるかというのでまた分類がされています。まず、はい、海嶺という、さっき、地面が生まれる場所と言っていたところで発生しやすい断層がこの正断層というものになります。この正断層というのは陰頂応力場っていうか、こう物をこう両側に引っ張る、この矢印のイメージですけれども、物をこう両側に引っ張ると時の断層の形です。で、圧縮応力場、つまり、海溝のような押されてくるような場所で見られる断層というのがこういった逆断層になります。これの違いって今お二方理解できますか？この図を見て何が違うのかって分かりますか？矢印とあの絵が違う、ピンクの矢印が、はい、ここ断層面で今2つ断層面があるんですけれども、ずり下がってるのとずり上がっているの違いなんですけれども、はい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 、要はこうそうですね、何でもいいんですけれども、ちょっと斜めにこう切れ目を入れたものを引っ張ると多分上に乗っているものが下に下がります。正断層というか引っ張った場合は、はい、こうやってちょっと斜めにスッと入れといた状態で引っ張ると上に、これ上に乗っかってますよね、こっちよりも上にあるものが下に下がるのが正断層であって、はい、上にあるものが上にのし上がるのが逆断層です。まあ、要はその、応力がどういうふうにかかったかということで結果が変わってくるので、それを正断層逆断層と名付けてます。はい、正断層の場合って両側に引っ張るってことは、はい、ここに溝ができたりしないんですか？ここ正断層の場合、はい、両側に引っ張るじゃないですか、はいはい、そうするとその分かれ目のところが普通にこう両側に引っ張られたら、はいはい、溝になっちゃいそうな気がするんですけど。あ、なるほど、ここに溝ができて、そうそうそう、穴が開くっていうことですね。そうそうそう、なるほど。ですね、確かに、そういうことも考えられますが、今回はその断層面でどういう動きを見せるかっていう単純なモデルで考えているのでひとまず置いておいていただいていいと思います。局所的にそういったことがある可能性は否定できないですね。確かに。日本はどっちなんですか？基本的には逆断層です。で、今回の地震も逆断層型です。かなり典型的な逆断層型だと思います。もうプレート境界の沈み込み帯で起きているので、はい、で、あともう一つその横ずれ断層というのはこれはかなりモデル的な話なんですけれども、垂直に断層面が入っていた場合に右にずれたり左にずれたりするっていうことですね。はい、ただ自然界で見られるのは横ずれ断層と正断層が組み合わさったものとか、横ずれ断層と逆断層が組み合わさったようなものが普通は見られます。あ、失礼します。はい、水駒管理人さん、ご告ありがとうございます。みこすまさんですね。あ、すいません、失礼しました。ご告ありがとうございます。すいません。で、ですね、で、一番最初に見せた、この米地質調査所の図に戻るんですけれども、実はこの円がさっきのそのこれ底角逆断層というのもこれ見ただけで示しておりまして、まあ、これは難しいので言わないんですけれども、これはその圧縮応力場がどういうふうにかかっているのかっていうのが示して、あと円の大きさでそのマグニチュードの大きさですねを示しているというものになります。で、ここまでで大体そのそもそも地球で地震が起こるっていうのがどういうことなのかっていうのを
まあ、簡単にさらったんですけれども、で今回その震度 最大で震度7が出て、マグニチュードが 9.0 っていうふうに出ました。でこのマグニチュードと震度の意味、これは結構、テレビとかでも取り上げられているので分かるかと思うんですけれども、はい、マグニチュードというのがそもそも あの地震の大きさですね、地震そのものの規模のことをマグニチュードと言います。はい、で震度っていうのはそれを受けてどれだけ揺れたかっていうことを表すための指標として震度というのがあります。で今使われている気象庁の震度というのは10段階で、決められていまして、震度0から震度7までの10段階になります。はい、震度0から7までというのはつまり震度0、震度1、震度2、震度3、震度4、震度5弱、震度5強、震度6弱、震度6強、震度7ですねの10段階です。今回は最高だったんですかね。はい、そうです、震度7というのは10段階で最高なので、これ以上の、これ以上の揺れを表す単位はないんですね。そして、来場者64名様いらっしゃいませ、よろしくお願いします。よろしくお願いします。ということで、そうですね、まあ、これは一般的な話ですけれども、マグニチュードと震度というのは違うということです。マグニチュードは地震の大きさがでかくなればなるほど数字は上がりますけれども、はい、今回のマグニチュード 9.0 というのは世界で上から数えて4番目かな。まだ上あるんですか。そうですね、チリとかはもっとものすごい地震が起きる場所なので、まあ、ただそのくらいの地震、まあ、日本に限って言えばおそらく日本人が初めて経験したくらいの地震だと思います。まあ1200年に一度とか1500年に一度とかって言われてますけれども、まあ、日本人が文字を書いて残すっていうくらいの話になってくると1回あったかなかったかくらいだと思います。古文献にもないってことですか。そうですね、古文献でもな、まあ、なかなか難しい昔なので、要は家が何軒倒れたっていう話が書いてあってもそこから想像するのって難しいので、はっきりとしたことは言えませんが、そのくらいではないかなと思われます。で、ですね、で今回の地震の話に、移っていきます。はい、今回の地震のその断層面ですね、ちょっとさっきこので示していた、これは震源断層がここっていう意味でこの図は書いてあるんですけれども、震源断層がどこかっていうと、まあ、地図上で表すとこの辺、これ見えますかね、この辺メッシュが書いてあるんですけれども、この辺りだろうと、これは東大の地震研がこう言ってるんで、私はそれをなるほどと思って言っているだけですけれども、まあ、このくらいの範囲が、震源断層として揺れたそうです。その断層の長さ 450km、 断層の幅が 150km で、破壊伝播速度秒速 2km っていうのは、まあ、ちょっとわからないかもしれませんが、まあ、置いといてください。で、破壊時間150秒、最大滑り量が 18m。 こんな断層面は騎士って見たことがなかったので、正直びっくりしました。もうびっくりしました。これってどっからどこまでですかね。これ千葉の近くぐらいまで伸びてますよね。そうですね、ここ千葉のなんていうとこが犬坊崎ですか。犬坊崎で、ここなんですかね、岩手ですかね、この辺は。一番上は三陸ですね。三陸、450km ですからね。そこまでずっと150秒にわたって揺れたってことですか。そうですね、ちょっとこの後また、説明に入りますけれども、
ですね、ちょっとここに星マークが1個ついているですね、はい、星マークが1個ついてる、はい、ここが一番最初の破壊された点になります。断層が、揺れるというか動くっていうのはその断層面が破壊されるっていう現象なんですね。で、今回この 450km くらいの範囲がずるっとずれたというか破壊されたっていうことなんですけれども、一番最初に始まったのがこの星マークのついた点。なので一番強いのはここなんです。でその後何回かにわたって、まあ、3回くらいにわたって、どんどん南にずれていくような形であの破壊が起きたっていう説明だったんですけれども、まあ、その辺はちょっと難しいので飛ばしておきまして、でさっきのその星がついたところがどういうことかっていうと、これ非常にまた簡素化したモデルですけれども、というかこれは中国の四川のモデルですね。これはまあこれに近いと思います。今回も要は非常に大きな断層面があってずれるわけですけれども、一番最初にずれたのがこの星マークのついたところ、はい、でそこを中心にしてこうなんかこう回転するような形でここの面がずれているっていう説明です。回転するような形で回転するというか、特にここが一番大きな、一番最初にここが始まってこの赤い部分がよく動いている部分なので、動いている部分があるということは動かない部分もあるので若干回転するように見えるっていうことですね。それがあの宮城沖っていうことですか。それが、さっきのこの地図の、ここを中心にして同じように、いやこの辺が多分おそらく一番こうグッとずれてっていうことだと思います。これ回転するようにというのが実際にこの図と同じように起きたかどうかはまだ分かりませんが、とにかく大きく揺れた部分っていうのと、あんまり大きく動かなかった部分というのがあるんですけれども、とにかくその450キロの非常に長い断層がずれたっていうことですね。一応にずれてはないということですね。ですね、それで、沈み込み帯で今回起きています。沈み込み帯の話は一番最初にしていったんですよ。まだ覚えてますよね皆さん。はい、はい、覚えております、はい、要はあのプレートがいくつかのプレートが地球の表面というのはいくつかのプレートに覆われていて、プレートとプレートの境界があると。で日本のよ、まあ、東側には太平洋プレートがユーラシアプレートの下に沈み込む、ユーラシアというかもしくは北米プレートでもいいんですけれども、の下に沈み込むっていう場所なんですね。で、今この紫色で、はい、ちょっと待ってください、ですね、紫色で示されたこの線ありますよね、はい、この線が、海溝になります。つまり沈み込んでるところですね。沈み込み帯のことです、海溝。はい、で、この緑色の線があると思うんですけれども、この緑色の線は、トランスフォーム断層ですね。多分伊豆小笠原湖とか、伊豆沖は来ると本当怖いですね。ただ、今回のこの紫色の線とは違う断層だということです。とりあえず今は気にしなくても大丈夫です。過去になんか連動してたと文献に載ってたとおっしゃってましたが、福島沖地震と伊豆の地震ですね、連動した地震が昔あったと、はい、あ確かにその、まあ、基本的に同じようなところに乗っかっていればあの連動するっていうことも考えられなくもない。要は破壊されるっていう現象なので、それまである均衡が保たれていたものがその均衡が崩れた瞬間に破壊される、で岩石が破壊されるっていう現象で地震が起きるので、大きな地震が起きた後っていうのが その周辺で均衡が保たれていたものを壊す可能性は非常にありますよね、うん、ということは今回まだ伊豆沖に関しては予断を許さないかもっていうことですか。それは
わからないです。それをわかる人は多分日本世界中探しても誰もいないと思います。変な話ですけれども、正直、まあ、はい、はい、あ、どうぞどうぞ、はい、我々関西なんですが、はい、関西ではこういう防災の話の時にですね、はい、ま、東海地震、南海地震、東南海地震が、まあ、はい、過去に連動して起こってきた歴史があるので、ま、連動するじゃないかというふうに言われるんですが、はい、今回のこの、ま、宮城沖の地震とですね、はい、例えば、ま、東海地震ですね、あの静岡の方の、はい、これが連動して起こった歴史というのは過去にあるんでしょうか。ですね、ちょっと調べてみたんですけれども、はい、つまりその宮城県沖のような地震と、はい、要は東日本の方の地震と西日本が連動するかっていうことですよね。まあ、そういう過去があったかということですね。阿部屋さん、ありがとうございます。ありがとうございます。そして広告でいらっしゃった方もいらっしゃいませ。いらっしゃいませ。ですね、まあないとも言えないと思うんですけれども、そもそもそういった観点で研究がされてるかどうかっていうくらいの、はい、範囲だと思います。さっき言ったように大きな地震があると、その他の地域にそのそれまで均衡が保たれていて地震が起きていなかった状態だったのに、何かその地震を起こすきっかけを与えるくらいのエネルギーが出るってことは考えられますよね。要はマグマのところにエネルギーが溜まってて、はい、噴出する機会を待っていて何かの刺激が加わると噴出してしまうってことですかね。いや違います。マグマはそんなに関係ないですね、今の話だと。つまりマグマと関係するような地震っていうのは内陸で起きるんですけれども、またそれはそれでまた別の話で、はい、特に今回のことで言うと、あ、大きい、はい、はい、今回のことで言うと、今回のその宮城、失礼、東北太平洋沖地震の後に火山活動が活発になっているっていうのは気象庁から出されてます。でそれはなぜかというと、大きな揺れがあったせいで内陸の火山活動がにちょっと影響を与えたと、それで活発になっ なっているっていうのは言えるんですけれども、地震との関連、特にここで問題になっているような、海沿いで起きるようなかなり大きな地震に限って言えばちょっと説明が違いますね。海沿いは火山はないので、はい。で先ほど彦十郎さんがおっしゃっていた連動するかどうかという話に限って言うと、はい、あまりその宮城沖で起きたから東海とか東南海とかが起きるっていうことは言えないかなと私は思います。起こる可能性は否定できないですけれども、はい、プレートの沈み込み帯がそもそも違うので、言えないかなと。むしろ今回の地震で言われていることは宮城沖だとか三陸沖だとか、その地震が今回は、はい、同時に起きたわけですよね、はい、でそれでマグニチュード 9.0 という非常に大きな地震が起きてしまった。で津波も非常に大きなものが来た。今回はむしろその東北の方で考えられていた大きな地震が連動して一気に来たっていうのが、うん、っていう言い方だと思います。はいはいはい、はい、それでですね、でちょっと続きますが、今ちょうど津波の話も出ていたんですけれども、はい、そもそも津波というのが何なのかっていうことなんですが、まあ、今回特に地震よりも津波の被害の方が大きかったですね、はい、今のところ伝わってる限りでは多分その被災者、特に亡くなられた方で一番大きなのは津波によるダメージではないかなと思います。で津波っていうのは非常に怖いものなんですけれども、
私もずっとその地学をやっていて津波は怖いってのは知っていたんですけども、あれをまじまじとこう見てしまって、本当に津波ってのは怖いなって再認識したんですが、ですね、これプレート境界を模式的に示しています。今一番上にあるこれ真っ平らで表示されていますね、はい、海面が、海面じゃない海底面が、これは地震が起きた直後みたいな風に考えてもらっていいです。はい、まあ、一番何もない時ですね。何もないというか何かあった後でもいいんですけれども、でこれ沈み込んでいくと、沈み込んでいくとというか、このちょっと濃い茶色のものが沈み込むんですけれども、こっち側のものを引きずり込むんですね。ぐーっとぐーっと引きずり込んでいきます、沈み込む時に。はい、沈み込む時にこことかちょっとくっついちゃっているので、沈み込んでいくと要はここにちょっとこう隙間ができます。隙間というか空間ができています。はい、で逆に ここでこうグーって沈み込められているので、歪みができてちょっと逆にここは盛り上がります。で地震が起きるっていうのは、ここがもうこの圧力に耐えられなくなって、このくっついている部分が破壊された時に起きます。断層面っていうのはここの破壊された面のことですね。なのでここがバンって破壊されると、この部分が一気に跳ね上がるっていう風に考えてください。そうするとそれが直接水に伝わるので、非常に長い波長の水の塊ができる。でそれが伝播する。そうするとそれが津波となるということです。で東大の地震研の方で津波シミュレーションが出ていたので、あ違う、津波シミュレーションは見せないと思ったんだ、すいませんでした、すいません、津波シミュレーションではなくて、はい、普通の地震のシミュレーションを流そうと思っていたんだ、失礼しました、津波の話の前に見せるべきです、ね、わーすごい。そうですね、今回の地震動の伝わり方っていうのが、まあ、こんな具合に、うん、人によっても大丈夫かな、まあ、だいたいこれが10分間くらいですかね、600秒っていうか、そうですね、この黄色いのは何ですかね、これは、あ、黄色い、え、数字じゃなくて、はい、この黄色いのが津波の動き、はい、あ、すいません、これ津波ではなくてこれは地震動ですね。赤いところほどよく揺れているということです。あ、まあ日本全国揺れたっていうのが分かると思います。はい、じゃあ津波のシミュレーションはちょっと表示できないと思ったんで持ってこなかったんです、すいません。でまあ津波も、実はシミュレーションされていて、まあ、地震研とか行くと見れると思うので、興味のある方は見てみてください。で、まあ、とにかく、通常の波長よりも非常に考えられないくらいの波長の水の塊が襲ってくるということで、普通の波とは全く性質の違うものです。でもうそれは映像を皆さんご覧になってるはずなので、もうよくわかってると思います。さて、それでちょっとここからまた話が今回の地震とは離れてしまうかもしれないんですけれども、はい、そもそもこの日本列島っていうのがどういうふうに成り立っていたのかっていうことをちょっと述べたいなと思います。はい、まあ私はいつも古事記を読んでいるんで古事記で塩コロコロでイザナギイザナミがうんだって話もあるんですけれども、はい、地質感覚的に言うとまあそうはならないわけなんですよね、残念ながら。で説明させていただくと、はい、さっきから言っているそのプレートが沈み込むっていう話をしていたんですけども、はい、太平洋プレートというのはいわゆる海洋プレートというものなんですね。
海の底にあるプレートなので、これを海洋プレートって言うんですけれども、逆に、大陸、中国とかさっき見ていただいて地震があんまないような人間が住んでる場所ですね、そういうところを大陸プレートって言うんですね。そういうところにあるプレートのことを大陸プレートと言います。で、大陸プレートと海洋プレートっていうのは性質が全く異なっていて、で、重さが違うので結局ぶつかると大陸プレートの下に海洋プレートが沈み込むという現象が起きます。どっちが重いんですか？海洋プレートの方が重いんです、うん、重いので、大陸プレートの下に海洋プレートが沈み込むという現象が起きます。なのでここでこういう風に沈み込んでいるんですね、海洋プレートが。で、海洋プレートっていうのは海嶺で生まれてから海溝で沈み込むまですごい時間をかけてゆっくりゆっくり移動してくるものですから、その上に塵ですとか、あの生物の遺骸、生物遺骸だとかが積み重なっていくんですね。泥とか砂とかがどんどん。45名様いらっしゃいませ。イメージできますかね。ベルトコンベアがこう運ばれていく最中にホコリがどんどん積み重なっていって、ホコリというかそういった泥とか砂とかがどんどん積み重なっていくっていうイメージです。で、最後この海嶺で沈み込む時にそれが実は剥がされるんですね、はい、沈み込めなくて、なんかかさぶたみたいですね。そうですね、それがこうくっついていく。で、そのことを付加体って言います。ちょっと今漢字出しますけど、付加体って言います。で、日本列島っていうのはそもそもこの付加体から基本的にはできています。大陸の沿辺にもともと日本っていうのはあって、昔から沈み込み帯にあったので、この付加帯がどん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 積み重なって積み重なってできたのが日本列島の基本的な構成物です。で、これは非常に今の地図からモデルにしているので正確ではないんですけれども、この緑色で描いている日本列島が今の日本ですよね。で、このちょっと暗い青色で描いてあるもの、日本列島なんか真っ二つに割れちゃってますけども、これはあれですよ、中国にやられたとかロシアにやられたとかそういうことではなくて、昔はイメージとしてはこういう形で、もっと言うと日本海はなかったんですね。で、大陸の沿辺にありました日本、今の日本列島の元の部分は。で、付加帯としてくっついてきたものがここにどん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 溜まって今の日本列島の元となるものができる。で、ある時にこの日本海というのが割れ始めて、日本海が割れ始めるのは今から2000万年前くらいなんですけれども、だいたいその2000万年前くらいに日本海が割れ始めて、この観音開きみたいな形で、観音開きみたいなイメージでこうぐーっとこう移動してきてガシャンとくっついたのが今の日本なんですね。で、最近その最近ですね、今回の地震の後の余震域がフォッサマグナの方にと合致し始めてるんじゃないかっていうのをたまにツイッターとかで見かけるんですが、私はちょっと違うんではないかなと思っています。で、というのも、フォッサマグナっていうのはそもそもそのこの2つのこの合体する時にできているこの溝の部分のことであって、まあ、その両端っていうのは断層で区切られているので確かにその断層は動けばあれなんですけれども、まあ、フォッサマグナって言い方は必ずしも正しくはないのではないかなと思ってます。で、これがフォッサマグナになりますが、要はこの糸静線で境されている部分、あとこれは諸説ありますけれども、この図で言うと、柏崎、千葉構造線と呼ばれるもの、あと柴田小出構造線ですね、この3つの構造線で区分されるこの内側が非常に深い溝になっていて、この溝を新しいもので埋めている
で、この溝のことをフォッサマグナと呼んでいます。なのでフォッサマグナの方に近づいているっていうようなことはたまに言われるんですけれども、ちょっとそれは違うんじゃないかなと思います。確か柏崎にも原発ありますよね。はい、あります。なんでなんかこの危ないところに原発建てるんですかね。それはそれはですね、まあ言うとキリがない話なんですよ。非常に難しいんですけれども、ですね、人はいますよ、人は住んでます。今593番さんで人いないからじゃないって来たんですけど、人は住んでますよ、原発のそばにも。で、じゃちょっとそれは今置いておいて、で次最後のスライドなんですけれども、フォッサマグナの方に、震源域がずれているっていう風なことも言われるんですよ。私はちょっとそれは違うかなと思っていて、これは特に専門的な意見ではないかもしれませんが、私が思うに、特にここ最近、ここ10年くらいで出てきた、説なんですけれども、歪み集中帯という説明がされるようになってきました。特に、阪神大震災を起こした兵庫県南部地震ですね、兵庫県南部地震、あと、新潟県中越地震、あと新潟県中越沖地震なんかを経験して言われるようになってきたんですけれども、この神戸と新潟を結ぶラインに歪み集中帯があるっていうふうに言われています。でこれをして新潟神戸歪み集中帯というラインが今引かれて、それについてのまあいろいろと学会とかで、まあ、議論がされている最中です。で私はもしかするとこっちの方に震源域が移るとすれば、そういうふうになるのではないかなというふうに考えています。歪み集中帯っていうのは GPS の観測、今たくさんありますよね。はい、見たことないと思うんですね、白い、上が白くなってる GPS の観測機器って。ないですね。いろんなところにありますよね。あれを調査すると、この歪み集中帯のところでを境にして動いてる方向がどうやら違うらしいと。で歪み集中帯のところで一番その動いてる量が大きくて、そこにどうやら歪みが溜まっているんじゃないかっていう研究です。そう、歪みっていうのは、はい、何かで分析したり量測ったりとか定量分析とかできるんですか。そうですね、その GPS の観測でされてます。その GPS によると結構溜まっているらしいということですか。そうですね、どうやらそこに歪みが集中しているらしいということが今言われてます。これは断層の分布とはちょっとまた違うんですけれども、GPS の観測からそういうことが言われているので、ただ単純に断層があるということでもなくて、この歪み集中帯というのが実は地震を見るときに重要なのではないかということが今言われてます。新潟から能登、それからこれずっと東北からずっと降りて、はい、北陸、そして四国のちょっと手前までですか。今研究されているのは特に兵庫県南部地震の阪神大震災の時と、あとこの新潟県中越地震、中越沖地震、このラインですね、特に今一番言われているのは。で実はこのラインっていうのは日本海沖をずっと走って、つまり秋田県沖を走って樺太の方につながっているのではないかっていう、樺太もしくはロシアの方入るのかな、そっちの方につながってるんじゃないのっていうふうに今言われてます。確かに、今回の新その余震域を見ると、長野県と中越の境目でも地震ありましたし、あと秋田県沖でも地震が起きてるんですね。なのでフォッサマグナっていう説明よりはこっちの説明の方が私はしっくりくるんじゃないかなっていうふうに勝手に思ってます。これによると伊豆は、はい、入ってないですけど、はい、伊豆の地震も怖いって言われてますけど、はい、どっちが怖いんですかね。どっちも怖いですね。もう
どっちが怖いというのは起こってみないと、つまりその時に破壊が起きた時にどれくらいの規模で破壊が起きるのか、さらに言うと、その破壊現象がどれほどの攻撃的な、つまり面的にどういうふうに動くのかっていうことがわからない。今回の地震もマグニチュード 9.0 だったんですけれども、要は宮城沖、三陸沖とかそういったいくつかの気象庁がこういうふうに起きるだろうなって想定していたものが一度に起きたんですね。つまり気象庁の想定では多分この辺がこんくらい破壊されるからこの程度になるだろうっていう想像だったのに、それを上回ってしまったということなので、実際にその起きてみないと、それより小さいものが来るかもしれないし大きいものが来るかもしれないっていうことでわからないです。ただ地震は周期があって、だいたいその歴史を見ていくと何年に1回このくらいの地震が起きるっていうのが分かってくるんですね。でそれを見ていくと、ここ最近どうやら起きていないらしいということは、かなりの量のそのなんというかストレスというかな、圧力が溜まっているっていうふうに考えられるので、次来ると大きいんじゃないかってことが今盛んに言われているわけですね。大きいの、これよりさらに大きいのがまだあるってことですか？今回のですか？はあ、それはわからないです。今回のは非常に大きくてびっくりしたんですけれども、今回でかなりエネルギーが放出されたとかそういうことはないですか？それはないです。つまりもう起きている場所が起きているプレートが違いますので、それは、ないですね。この図なんですけれども、まあこれ、世界地図で見づらくて申し訳ないんですけれども、今回は太平洋プレートがこの北米プレートのに沈み込むところで起きました。東海とか東南海とかっていうようなところはフィリピン海プレートがユーラシアプレートに沈み込むところで起きるので違うんですね。はい、はい、なんかどっかに穴を開けてエネルギー放出させるみたいな方法が発明されるといいですね。まあそれは多分無理かもしれないですね。地面に穴を開けて、要はなんか爆弾を落として人工的に揺らすっていうことも考えられているかもしれませんが、てかそういう映画も、日本沈没だったかな、最後草薙がなんか深海なんとかに深海2000高いのって日本海溝に潜ってなんか爆弾を設置してそれで救ったみたいな、そんなストーリーだった気がするんですけれども、そううまくはいかないというか、それは多分無理だと思います。まあ、日本に暮らすっていうことは地震と共存するっていう覚悟がいるっていうことですよね。そうですね。そうだからこの地震で逃げ出すような、まあ、外国の皆さんには逃げ出すような在日の皆さんにはあまり住んでいただきたくないなと、根性の座った本当に帰化をしたいという方にのみいていただきたいななんて、ラモスさんブログがすごかったですね。そうですね、ラモス・ルイのブログがすごかったですね。なんかもうラモスさんは根性座ってますね、日本人ですね。はい、本当に日本あれ、この人はもうずっと日本人の人なんだろうかっていうふうに思いました。あとですね、はい、今回福島の原発で名前は出ないけれども被爆覚悟で徹夜で頑張っておられる、あの東電の下請け の、はい、あの現場で働いている50人の方、あの方々って本当に日本の英雄だと思って、うん、私はああいう方こそ国民栄誉賞、名誉賞ですか、はい、ああいう方こそいただくべきだと思うし、うん、当然まあああいう方々の名前をちゃんと発表してその功績に報いるべきではないかと
個人的に思うのです。なんていうの、トップのわけわかんない、なんか、らっきょうに頭がついたようなおじさんじゃなくて、はい、本当に現場で死に物狂いで働いておられる、本当に日本のために自分の命を捨てておられる、はい、皆様、あの方々の名前発表していただきたいですよね。そうですね。やっぱり今、原発の特に、まあ、その避難区域は今、とりあえずそこまでいれば、現状、心配するようなことはないんですけれども、ただ、現場は非常に高い濃度が観測されていますんで、特に行っている方はものすごい不安だと思うんですよね。目に見えないですから。多分もう自分の命より日本を守ろうという思いだけで行っておられるので、本当にそのご家族おつらいでしょうねって思います。そうですね。あと東京消防庁ですかね、今行っている方は 東京消防庁、消防庁じゃない、消防局の人と、あと自衛隊の人が、本当にありがたいです、はい、アメリカさんは日本守る守るって言って90キロ以内には入りませんとか言ってるから、いざ戦争が起きた時もそうなんだろうなってふと思ってしまいましたが、うん、まあそこまではわからないですけれども、とにかく今頑張っていらっしゃるんで、とにかく今のこの状態を少しでもいい方向へ持っていけるように頑張って、今そうですね、そうですね、国民のために頑張っているということを皆さん共有して、とにかくちょうど今、本当にあの方々は日本の英雄ですよね、うん、なんかもうああいう方に国民栄誉賞をいただいていただきたいですよね、うん、わけわかんない芸能人とかじゃなくて、はい、そうですね。あ、すいません、次お願いします。もうこれで終わりなんですなんでなんかわからないこととか、まあ非常に難しいというか、話が散逸しすぎたような気もするんですけれども、なかなか地学というものがなかなか進んでいないので、うん、日本は特に。あ、そうなんですか。そうですね、ですね、ちょっと待ってください。はい、失礼しました。ですね、あ、コメントの方から質問タイムと、何かコメントの方で質問ありますか。あ、そうだ、じゃあそれをあれしてる間にですね、地学日本はあんまり進んでいなくて、理系の人って地学取らないと思うんですよ今。そうですね、はいはい、私なんかも、はいはい、まあ、文系だったんで、はい、生物と地学を選んで、まあ、理系の人は、はい、物理と化学ですか、それを選ぶというのが、はい、大体、まあ、高校の時はそうですよね、いう風になってましたね。そうすると彦十郎さんは地学の結構今の話もよく、あ、知ってる知ってるみたいな。まあ、おもろげにちょっと記憶が蘇ってきたかなというぐらいですね。 ありがとうございます。そうなんですよ、地学ってなんかもう文系用の理科みたいな感じになってしまって、ね、ただ私たちのこの足元の話なので、まあ、それ以前にちょっとこうもっと教育をしておくべきではないのかなというふうに思います。で、ですよね、今回みたいに地震とかあると、はい、基本的に身につけておかないといけないことの一つですよね。それで、特に地学っていうのは、資源ですとか、要はその、はい、青山さんがおっしゃっていた、メタンハイドレート、そうですね、メタンハイドレートの話もそうですし、まあ、いろいろと資源っていうのは地球から出てくるわけなんですけれども、はい、非常に大切なことじゃないですか。ただ日本っていうのはその鉱山資源を自国で生産するというのはほとんど今もうやっていないので、まあ、そういうこともあって今結構ないがしろにされてきているんですけれども、実は大切な話であって、で逆に言うと中国
中国というか中国共産党ですけれども、あそこは非常に地学を優遇しているというか、バリバリ地学の国なんですね。今の、胡錦涛さんかな、あの人は地質出身ですし、ほう、はい、結構そのあそこのトップ級を見ると地質出身の人っていうのが割とちらほらいます。はい、なのであの国は今アフリカとかから資源を、まあ、かなり批判がありますけれども、アフリカの資源を分取る代わりに、分取ると言ったら悪いですよ、取ってくる代わりに向こうには武器と携帯電話とか、そういう生活のいろんなのを全部中国式でやるみたいな、昔のその植民地みたいなような形でやってますよね。どこでしたっけ、中国のちょっと上の国、チベット、モンゴル、あの辺も民族を、はい、まあいろいろ虐殺なさって、その資源をいろいろ持ってこられているというお話も聞いておりますが。そうですね、まああの辺も、資源は出ると思うので、まあ、とにかくその中国っていうのはもともとそういった地学教育というのは割と力を入れているんですね。まあ、日本はそれに比べるとちょっと残念なところがあるわけですが、はい、でもアメリカとか世界中でやっぱり科学者とか、はい、次世代 の、 こういう研究物理的なものっていうのはやっぱり研究者を育てるために莫大なお金をかけているのに、はい、日本はそういうことに全然お金かけないって昔から言われてますよね。そうですね、まあそうですね、まあ、もうちょっと日本も特にその義務教育くらいでもうちょっとやってほしいなという気は私はしていますね、地学教育に関して言えば。ですよね、そういうのを勉強すると、はい、あ、ここはマグマの上だからお家買わない方がいいなとか、はい、ここは原発建てていけないなみたいなのももうちょっとこう東電の方も分かるんじゃないかと。いや、ですね、それを言うとちょっとまた話が変わってくるんですけれども、はい、東電の方はかなりやってます、やってるというか分かってる人たちでやっていますね。あ、分かってて建てたんですか。分かってて立ててますね。ええー。まあちょっとこれ以上はあまり発言できないんでやめといた方がいいかもしれない。あ、そういえば福島第一第二原発だけは、はい、日本製ではなくてアメリカ製、はい、の、 原発で、あとは全部日本製で、日本製はびくともしなかったっていうのをちょっと見たんですけど、そうなんですか。ですね、福島の第一原発、特に第一原発に関して言うと非常に古いんですね。で、福島第一原発の1号炉が多分国内で一番最初の原子炉になると思います。なので、その頃っていうのは日本にその原子力発電所を作る技術力がまだない状態だったので、アメリカから買ってます。そうですね、 GE って書いてありますけど、そこから買って作ってます。で、それを、まあ、一緒にやったその東芝とか日本の会社が改良して作ったのが、まあ、新しい原発で使われているんですけれども、はい、特に福島に関して言うとあれはもう一番最初のものだったので、国産ではなくて輸入品を組み立てて作ったということになります。テレビでは一切ありませんよね、そういうことは、でも危険性とかもちゃんと告知して早めに廃炉にするとか前々にこう考えて、こういうことが起こる前に何とかできないかったんですかね。まあ輸入品だから、はい、必ずしも悪いとも限らない。はい、そうですね。まあただまあ現状のその首都圏の電力需要量というのを鑑みるにあたって、原発の廃炉というのは決定はなかなかできなかったんだろうと思います。毎年真夏日なんかは電力越せるか越せないかみたいな、レベルで、
逼迫しているので、原子炉1個2個廃炉にするっていうのは非常に厳しい決断だと思うんですね。そういった中で、まあ、なんとなくこう、まあ、安全だろ安全だろみたいな形でやってきたというのはあると思うんですけども、何せよ今回の地震は想定外の大きさだったっていうのは間違いないです。じゃあ最大でもマグニチュード8ぐらいまでしか想定しなかったってことですか？マグニチュード8っていうような計算の仕方ではなくて、原発の安全基準っていうのは確か、何ガル、どのくらいの瞬間的にどのくらいの、レベルで揺れたのかっていうのを元にして計算していたと思います。で、ガルで計算していたと思うんですけど、ちょっと今手元に資料がないあるっちゃあるんですけれども、ですね、火車中越沖地震の時に見直しされて、全国の原発はそれの見直し基準に合ってるかどうかの検査をしてした上で動いてたはずなので、揺れに対しては多分持っているはずです。津波が想定外だったっていうのはかなり大きいと思います。今回は揺れたら津波来るのは分かりそうな気が、今回もなんか第一電力が停止して、補助電力が停止した時に、先に水素爆発する前に電力復旧をやっておけばここまでなんなかったんじゃないかっていう、なんかイギリスの新聞がなんか見たんですよね。ちょっと前に東電はプールのことを隠していて、東電がいろいろ隠しているんだけれども、ちゃんと情報公開をしてもっと電力復旧を早めにしておけば、みたいな記事がありまして、なんかもうちょっと早めに情報公開をして前に前に判断をして先を読んで手を打つべきではなかったのかみたいな。まあその辺の詳しい話は今後事態が収束した時に多分調査委員が立ち上がって詳しく検証されていくことだと思います。現段階ではまあ非常に、まあ、今現時点で情報事態は進行しているわけですし、今回でもいい方向に向かってよかったですね。そうですね、今のところ収束に向かうような気配を見せていますが、まだ現場で懸命の作業を続けていけばというような感じなので、まあ、まだ予断を許さないということは確かなんですけれども、なんとか電力が復帰すれば嬉しいですよね。そうですね、明日でしたっけ、電力が回復して明日明後日ぐらいからスイッチ入れるんですよね。まあ、うまくいけばですね、まあ、本当は今日の午前中に電力は回復してその後点検してということだったんですけれども、まあ、どうやら明日くらいですね、電気が入るのが。でただ機械がショートする可能性が高いので、その点検を終えた後になると思うので、まあ、まだちょっと時間は分かりませんが、特殊車両が入って人がいなくても放水作業ができるような状態に今なってるらしいので、まあ、その分、まあ、その欠勤の状態というのはかなり緩和されたというか少し落ち着いていいかなというような気がします。なんとかうまく電源復旧して冷却ですね、動き出すように祈るしかないですよね、まあ、そして今ちょっと原発の話が移ってしまったんですよ。もし地震とかの話でも何か質問等があれば答えられる範囲であれば答えられますが、どうでしょうかね。視聴者の
トンボさんにご質問があれば、はい、はい、そうですね。お答えいただけるということですが、はい、答えられないかもしれませんがね。まあ難しい質問は、見えなかったことにしていただければ。私の時はいつもそうです。あ、今コメントでですね、はいはい、プレートのないところはないのって、ご質問ですね。プレートのない、あの地盤ですね、土地で、プレートのないところはないの、はい、というご質問のコメントがありますが。プレートがないっていう意味がちょっと私はうまく伝わらないですけど、もしそれがプレート境界ではないという意味であれば、境界以外のところは境界じゃないということですかね。あ、はい、次の質問でプレートが何かを説明してあげてというのがありますね。あ、なるほど。ですね、プレートっていうのは、まず地球の表面というのは、まあ、このようになっていて、内側から内角外角下部マントル上マントル地殻みたいな、まあ、層の構造をなしていると。で、今のは物理的とか物質的な区分でいうとそういう区分になるんですけれども、これを力学的に区分していく と、固体液体メソスフェアアセノスフェアリソスフェアっていうふうに積み重なっているんですね。で、この一番上のリソスフェアというところをプレートっていうふうに呼んでます。厚さがだいたい6から100キロって書いてありますが、まあ、そのくらいだと思ってください。で、このリソスフェアとアセノスフェアが何が違うかっていう と、まあ、力学的な区分ということで、まあ、そのまあいろいろ違うわけですね。で、どう違うかっていうと、上はそのなんだろう、板チョコみたいな形で、板チョコの上をこう、失礼しました、机の上に板チョコを置いて、板チョコをこう動かすように動かせる、その板チョコのことをプレートだと思ってください。で、地球の表面というのはこういったプレートっていうのがいくつも乗っかっていて、いくつも乗っかっているというか、このプレートによってできているというふうに考えてください。はい。で、これでプレート難しいんですよね。今ここでこう説明しようとすると、まあ、プレートテクトニクスの話とかまで行ってしまいそうなんで、そこまで行くとあれなんで、ですね、今来ましたよね。俺たちがいる地殻の下に位置するのがプレートってこと。地殻の下に位置するのはプレートではなくて、地殻と上部マントルを合わせたものがプレートです。失礼しました。さっきのこの物質的な区分と力学的な区分というのはまた別の区分の仕方であって、この地殻と言っているものと上部マントルのこの上の方ですね、上部マントルの本当上の方を合わせたのがリソスフェア、これがプレートです。まあ、もし分かりづらければもう地殻だと思ってももらっても今は構わないと思います。本当は違うんですけれども、地殻と同じだと思ってもはい、ほぼ差し支えないです。すいません、コメントがね流れてくんでちょっとあんまり拾えてないですけれども、なんかあれですね、スラブとかなんか難しい話もコメントしてる人いますけど、多分その人は分かってる人ですね。地学は、あ、流氷を思い浮かべればいいんだよって書いてありますけど、そんな感じなんですか？そうですね、それで想像できるならばそれでいいと思います。私はなんかさっきずっと前のコメントで、はい、あのアイスクリームのモナカあるじゃないですか。はいはい、あのモナカの皮の部分ってどなたか書かれてたんですけど、わかりやすいなと思ったんですけど。なるほど、そうですね。で、それが、ベルトコンベアのように移動しているってことですね。うん、
かなり上の方で、説明していたんですけれども、ですね、この海嶺と呼ばれる部分で海洋プレートというのは生まれて、で海溝というところで沈み込んでいく、大陸プレートの下に沈み込んでいくっていうことです。大陸プレートっていうのは結構安定しているので、これはかなり古いんですね。かなり古いというかものすごい古いんですね。数億年前のものとかもあるんですが、この海洋プレートというのは海嶺で生まれるとそのうちいつか海溝で沈み込んでしまうので基本的に新しいんです。一番古いものでもジュラ紀とかなので、まあ、2億年とか、まあ、そのくらいしかない。ジュラ紀ってあれなんだっけ、あれがいた時代ですよね。恐竜がいたくらいの時代ですね、はいはい、まあ、そのくらいしか古くないんですね。こっちの大陸プレートの方はもっとものすごい古い時代のものもあります。そういう違いがあります。でこの大陸プレートの下に海洋プレートが沈み込む、この沈み込む現象が日本の沖で起きていて、それが今回の地震を引き起こした原因です。大陸プレートは沈まないのですかという質問がありましたが、大陸プレートは基本的には沈みません。大陸プレートは基本的に軽いんで、要は海洋プレートか大陸プレートかといえば、あるところに海洋プレートと大陸プレートが出会えば海洋プレートが確実に沈み込みます。下に大陸プレートは残ります。で逆に大陸プレートと大陸プレートがぶつかるとどうなるかっていうと、でっかい山ができます。それでできたのがヒマラヤ山脈です。それでできたのが何ですか？ヒマラヤ山脈ですね。あれは、インド大陸というのはもともとありまして、はい、今は世界地図を出しているんですけども、インド大陸っていうのが、まあ、この辺に、まあ、最初あったとして、それがどん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 こう上がっていって、このユーラシア大陸とぶつかった。でぶつかって両方沈み込めないんで、メリ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 こうぶつかってって山になったのが、まあ、あそこのヒマラヤ山脈ですね。で四川大地震とかがあったじゃないですか、はい、四川大地震のエネルギーがどこから来るかというと、ヒマラヤ山脈じゃなくてインド大陸が北上しようとするエネルギーですね。なので、この辺りの、Google Earth とかでもいいので衛星写真を見ると、インドが北上しようとしている、まだ北上しようとしているので、そのエネルギーがその大陸の中の方にぐじゃーっとこう伝わっているような様子を見ることができます。この辺がすごいシワになってるんですね。というような、まあまあこんな感じなんですけれども、まあ、地学という勉強も非常に面白いので、皆さんもちょっと勉強していただけるといろいろと分かって面白いかなと思うんですけれども、まあこれを見るとしかし、はい、本当にこう日本列島を中心に、はい、まあ、南西諸島とか小笠原も含めてですが、ずっとこう真っ赤っかになってますね、地震に。ね、本当に日本って地震列島だなと、この地図を見ると、はい、もう真上真っ赤っかですね。そうですね、もともと日本という土地の成り立ちから考えると、まあ、そういうことにもなりますね。ですね、ちょうどこの辺りかな、この辺りに、太平洋の中央海嶺というものがありまして、ここから、海洋プレートが両側にこっちからこっちはこっち側に動いて日本の方にやってきて、こっちからこっちはアメリカの大陸の方に行くんですね。で沈み込んでいるんです、大陸の下で。
なのでチリのあたりも地震が多いですし、日本のあたりとかも地震が多いですね。これ見て移住しようと思った人いるかもしれないですね。大陸の中というのは非常に安定しているので大きな地震が来づらい。なのでヨーロッパとかは昔の石を積んだような家とかが残って、はい、はいはい、地震が来ないからですね。ああ、はい、そうなんですね。はい、ハワイが日本に近づいているっていう1301番さんの質問はそうですね。ハワイは日本に近づいてます。でハワイというのはハワイの真下っていうのは実はそのホットスポットっていうなんかこうすごい熱い、まあ、マントルのからやってくるものなんですけれども、そのすごい熱いのを吹き出している場所なんですけども、それは場所は一定なんですね。地球の中から一定の場所に出ているんですが、プレートの方がどんどん動いていくのでどん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 島が生まれてくるんです。なのでハワイのあたりよくご存知の方知ってると思いますが、ハワイっていうのはこう今の火山がよく吹いているハワイのなんとか島っていうところからマウイ島、マウイ島よくは 今火山活動が盛んなところですね。そこから西の方に向かって島がたくさん並んでます。で、途中から北西の方に向かって並ぶんですけども、天皇海山列って言って天皇の名前が歴代天皇陛下の名前がついてるんですね。天皇海山列って。それはハワイの方がお付けになられたんですか？ちょっと詳しくわからないですが、日本の研究者がつけたのか、もしくはハワイと日本って昔は仲が良かったような話を聞くので、そういったことかもしれませんね。カメハメハ大王の時代ですか？カメハメハ大王がいつの時代かちょっとわかんないですけれども日本の研究者が名付けたかもしれませんね。それは嬉しいですね。今度地図で見てみます。はい、多分歴代天皇の名前がついていて天皇海山列っていう風に書いてあると思います。どの時代の天皇陛下のお名前なんですか？神武天皇とかちょっと調べないと分かんないですけど、そういった名前をいつも見ていたような気がするんですけれども、じゃあもう初代というか本当に大昔というか、そうですね、ですね、今調べたら桓武海山、金明海山、有略海山とか、金明海山、王神海山とか、神宮海山もありますね。神宮高校もありますね。仁徳海山とか、素晴らしいですね。はい、明治海山もありますね。はい、そこは人間は行けるんですか？海山なので島ではもうなくなっているんですね。もともと島だったんですけれども、波にさらわれてどんどん背が低くなって今は、海の中に没している状態です。はい、そして今ちょっと調べたらこの名称をつけたのはアメリカ人らしいですね。へえ、はい、なんでまたアメリカの海洋学者がつけたっていうふうに書いてあります、ね、ロバート・シンクレア・ディーツがつけてくださったんですね。ありがたいことですね。はい、それは何でかってちょっと知りたいなみたいなそうですね、ちょっと興味が湧きますね。はい、そうですね、まあ、そういうようなことからもプレートが日本に近づいてるっていうのは分かるんですね。海山列なんで列になっていて日が西にあるものからどんどん古いっていうのが調べると分かるので、プレートが本当に日本の方にやってきてるなというのが、なんかでもアメリカの方がつけてくださったっていうのがちょっと嬉しいですね。
そうですね。今回も世界中の方が宮崎に結集してくださって、はい、日本を助けるために最終的に100何カ国でしたっけ、ものすごい数の世界中の方が今駆けつけてくださってますよね。そうですね、本当にありがたいですよね、うん、なんかもう涙が出そうに、ちょっと画像を見てたら嬉しくなりまして、うん、こんなにいっぱいの国が来てくださるっていうこともありがたいですけど。そうですね、そして残り5分くらいになってきました。はい、まとめ的な、あ、ではプレイフォージャパンの、そうですね、はい、ちょっと待ってください。ですね、まあ、今日はこういうことで、はい、トンボさんが地質学を専門に研究しておられますので、今日はトンボさんをメインにお話をしていただきました。すいません、まあ皆さんのお役に立てたらよかったなと思います。では今日は最後の締めに、プレイフォージャパンを皆さんご存知だと思うのですが、ちょっと読ませていただきたいと思います。家の非常袋を確認したら、父親が40年前に書いたメッセージが残っていた。心に太陽を持て、唇に歌を持て、私も新しい非常袋にメッセージを書こう。見た人が励まされるような、いつか自分の子供や孫に話そう。おばあちゃんが若かった時、東日本大震災があって世界中が一つになった。みんなが一つのために必死になって支え合って輝いていたんだよって、相手が聞き飽きるまで話そう。だから一人でも多くの人に元気になってほしい。全然眠ってないだろう旦那に、大丈夫？無理しないで、とメールしたら、自衛隊なめんなよ、今無理しないで、いつ無理するんだ、言葉に気をつけろ、と返事が。彼はターフだ、肉体も精神も。今日5歳の息子に言われました。大丈夫だよママ、地震が来たら頭守ってね、地震が終わったら外にママ連れてじいちゃんとこ行くからね。小さい体で守ってくれようとする息子に涙が出ました。子供の大丈夫って言葉がこんなに大きいとは思わなかった。ありがとう。父が明日福島原発の応援に派遣されます。半年後定年を迎える父が自ら志願したと聞き涙が出そうになりました。今の対応次第で原発の未来が変わる。使命感を持っていく。家では頼りなく感じる父ですが、私は今日ほど誇りに思ったことはありません。無事の帰宅を祈ります。イスラエル人にヘブライ語で声をかけられた。困っていたら知り合いのパレスチナ人が通りかかり通訳してくれた。日本は大丈夫か、僕は深く祈るから、と言ってくれた。パレスチナ人とイスラエル人が握手をしている笑顔に包まれた。涙が出た。今日もご清聴いただきまして誠にありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。どうか一日も早く日本が復興し元気が出ますように。